皆さんこんにちは、武田栄でございます。今日はですね、フィッシングマックス上野芝店さんにお邪魔しております。いよいよ春本番ですので、皆さん、まあ、関西、僕の地元大阪湾、それから泉南で言えばメバル、まずこれです。アジはね、ちょっと、まあ、抜けたというかね、まあ、場所によっては釣れてますけど、しばし夏前までちょっと休憩、その代わりメバル、それからチヌ、スズキ、まあ、この辺りがねメインになってきます。その中でも夜な夜な武田さんが言ってますメバル釣り、アイテムのご紹介です。もう皆さん多分行かれてると思いますが、ご存知武田クラフトにはですね、たくさんの種類のワームがございまして、まずこれはまあその名の通りアジの餌、もちろんメバルも釣れます。基本はアジ狙い用、そしてこれもいいですね、ご存知モイモイ、もう最強と自負しています。そして食いしぶるメバルにはご存知丸山のみ太郎、使い分けが実はありましてご説明していきますね。まずはアジもメバルも兼用だということであれば、このアジの餌をお使いください。これは非常に、まあ、武田クラフトソフトマテリアルズのワームはどれも柔らかく、できています。いわゆるハンドポワードワームです。マシンインジェクションのワームとはちょっと一味違うんです。それはもう実証実績が出てますので、ぜひ皆さんも使い比べていただきたいんですが、そのハンドポワードマテリアルのもうほぼ元祖とも言っていいぐらい、武田さん長くアジングやってますからご存じない方はいないと思いますが、間違いないフォルム、そしてデザイン、カラー、このラインナップであります。これはですね、アジもメバルもよく釣れるんですが、ワーム選びの一つのコツはジグヘッドを正しく選ぶということであります。まあ、代表的なアジの餌 1.5インチ、これ 2.5 ですけど、まあ、1.5、2.5、この3種類があるんですが、よっぽど大きいのはね、針もすごく大きくなりますから、まあ、こういうねちょっと大きめので 1.5 インチとか2インチぐらいになると、まあ、どちらも少し小ぶりの、これはご存知オーナーさんのアジ玉と豆アジ玉、アジに関してはもうこのシステムが私的にはマストでございます。ぜひ使ってみてください。そしてメバルの話に戻しますと、まあ、特に春、これからですね、このワームに関してはモイモイ S サイズと、M サイズがあります。これはね、さっきのアジの餌のようないわゆるロングストレートワームと何が違うかっていうと、こっちはねふわ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 しますから、長くゆっくり使う、まあ、もちろん早く巻いてもいいですよ。でモイモイなんかはね、割と、まあ、この形状が後ろがグビグビって動きますから、少し早めに使うんです。コンパクトフォルムで少し早めに使う、表層から中層、そこまで、それ用のジグヘッドがこれですね、スミスさんのご存知ジグヘッドタケちゃん、それからこれもオーナーさんの虫ヘッド、これもよくできたジグヘッドです。なぜこの辺りのジグヘッドをモイモイ、この後説明しますが、のみ太郎、こういう、いわゆるまあ 1.2 インチ以下っていうんですかね、俗に言われるメバルのショートワームにマッチングしていることと、ご覧ください。針の大きさなんです。シャンクというこの長さ、ゲイブというこの幅、全体のフォルム、使うワームとジグヘッドの針の大きさ、これをバランスよくお選びいただくと非常にどちらも機能します。いらっしゃいませ。そしてまだまだ春ですから、食いしぶる時もあるんですよ。いわゆるマイクロベイトとかね、ミニマムベイトとかいう、そういう時はほぼモイモイで大丈夫なんですが、それでもという時はさらに、最近はですね、もう 1g それ以下のジグヘッドも使えますから、こういうのに合わせてこの丸山、
この辺りを投げるにはコツはもちろんですが、道具選びは非常に大変です。細い糸使ってくださいってみんな言うでしょ。あれは本当で、軽量タックルを使うための細い糸とか専用のタックルでございますんで、ぜひですね、もう何でもいいから、例えばシーワスタックルとかね、エギングタックルでメバルを釣ろうなんて時は、こういうものは直接使えませんので、まあ円筒の浮きをつけるとか、そういう工夫が必要ですから。ジグヘッド単体、今日はまあご紹介できてないですけど、あとまあ春のプラッギング、これが一番面白いです。そういうものに関してはぜひバランスの取れた専用のタックルをお使いください。わあ、もう本当にね、たくさん種類が出てます。皆さん随時、自分にこれはどうかな、合ってるかななんてお選びいただきながら使っていただければいいんですが、自称私大阪湾パイオニア、ライトゲームのパイオニア武田栄さんとしては、この3アイテム、これでほぼ全てやれます。ぜひマッチングのいいジグヘッドと一緒にお選びください。